はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで今回もゴジラベースやっていきたいと思います。平和協定をかましてみましょう。返事があるのは、スーパーメカゴジラさんですね。はい、ということはスーパーメカゴジラさんは確実に、これはリスナーさんということで大事そうですね。おメカキンさんが C、 ジンダでいいのかな、ギンダおー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 、なんだ、もう始まっとんのか、始まってんのか。あ、でも平和協定誘ってますね。でもそれに全然答えないのがメガキンさん。でも重さ的に完全に日本人ですね。平和協定は知らないんでしょう。おーおーおー、でもこれ、部がいいよ。部はいいよ。メカキングギドラの方が部が悪いよ。スーパーメカゴジラと戦うのであれば。なんだ？俺の方来んのか？俺、落ちんかい、俺！俺、もう一回ってるぞ、俺、しょしょい！まあ落ち着きたまえ一番落ち着けのは、落ち着けって思うのは俺か。だよな。でも多分あの人乱戦にしたいんだろうね、あのメカキングユーロはね。でも俺平和協定取りたいんだよね。なのでなるべくね、ただ最初に2対1もしたくないし、まあ先ほどはすごい2対1だったけどね、空中戦でね。うん、ちょっと挨拶しようか。てか俺最初からデストロイヤーってあんまないんだけどね。この頃ね、ちょっとね、動画の投稿が、少し遅れましてすいませんでした。なんでかというとちょっとね、風邪気味だったんで PS4 自体電源をほぼつけてなくて、はい、そんな感じでしたね。で、ストック使ってっていう感じで、まあ皆様に、うん、これ助けた方がいいか？てか部が悪いのはメカキンの方だぞ。スーパーメカゴジラクソ強いからね、マジで。なんならじゃあこの次使ってあげよう。どうすっか、俺らが並んでれば攻撃しないんじゃない、並んでくれんじゃない、日本人だし、うん、並んでみよう。いや、行く、あ、行っちゃう行っちゃう。おー、いいですね。もうスーパーメガゴジラはもうずーっとビーム出しちゃって大丈夫からだからね。うん、もう、おわー、いい、はい、おー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 おお、いい勝負だな。メカ同士ですからね、なんだかんだ。おー、俺に来そうな気がするぞ。いてててあ、捕まれ。おー、また、それまた俺に当たるんじゃない、またそれ俺に当たるんじゃない、いって待て。今回ちょっと戦いづらいですね。最初から C の方が僕の方に来てくれればやり方はいろいろあったんですが、リスナーさん、まあまあ、そうだよ、ね。リスナーさん VS、ただの普通の日本人。普通のっていうか、まあみんな普通だよな。普通じゃなかったら何なんだって話だよな。うん。普通じゃないとしたらゴジラが大好きなただの変態みたいなゴジラが好きすぎてちょっと頭おかしくなっちゃったみたいなね、うん、頭の中破壊されましたみたいなおーおーおー、でもあれ助けるか、一応。でもまだ助けるべき HP じゃないよね。一応リスナーさんで平和協定をやってくれて、でメカキンにも平和協定を誘った場面は見えたので、完全に平和主義者なのはわかるんで、負けそうになったらすいません、手出します いいよ。それ食らうとまずい。まずい。仕掛けますか。いや、まだ全然逆転はできる。まだ全然逆転できるな。どうする、いけ、離せ。あー、これはきついんじゃない。さあ、助けた方がいい。助けて、あー、耐えろ、あー。いや、不意打ちはよくない。それが終わってからしっかり攻撃しよう。はい。オッケー。
やると思ったー。最後なったんじゃね。あー届かないか。ほいほい。おおしっかりやったね。おおおえー、一発えこけてるこけてる。めっちゃ痛え。今よし、いてていてて、大丈夫。うわっ、何つかみだとてかゼロ距離がめっちゃ食らった気がする。3分の1以上持っていかれたな。おう、離されると面倒だ。近くに寄らないと。うわー、惜しかったー。まあいいや。てか、ゼロ距離痛かったなー。とりあえず次ちょっとスーパーメカゴジラ使ってみます。お!あと1勝で230勝。いいっすね。いやー、あとね、ちょっと風。風っていうかね、もう風邪気味っていうのかな。完全なる風ってわけじゃないんですけど、おいしょ。なんでだろうね。なんか見たことあるような ID。 平和協定かましてみようか。へい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 。あ、挨拶してみた。へい、メカだよ。え、止まってるね。止まっ、どうした、どうした、止まってるけど。お、びっくりした。お、動いた動いた。おす、おす、おす、おす。見るからに返事はなし。メカ3体揃うのってあんまないぜ。おー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 おおあ、ごめんよ。なんだっけな、違うな、横か。普通にできた。後ろか。ん、なんだっけ。あ、これだ。ちょっといろいろやり方忘れてんな。今だ。せいやー。はははは。もう一丁かましたるわ。ん？せいやー。すーんと。それ、あーおーおーおー。おー、事情通過。おー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 と言ったら危ない。おー、ありがとう、エネルギーありがとう。届かないね。もうちょいか、もうちょいか、もうちょいか。ここら辺だな。よいしょ。スーパーメカゴジラの機能なめんなよ。いてててててさてと、そろそろ吹きましょうか。ビーまだ行くぜ、まだ行く。で、これ2対1になってないか。まあ仕掛けたの向こうなんだけどね。でも、ちゃんと2体に攻撃したってことは、乱戦をしようとしているっていう証拠なので、悪い方でもないんですよ。しかもこれ、完全に回線が良くて、ぬるぬる動くので、確実に日本人確定だと思うんですよね。で、俺がメカキングウィザー狙ってる時に、この三色キリを僕のこと狙ってこなかったんで、共闘しようとしてるんだろうね、この B の方はね。で、この A のメカキングウィザーは、みんなで乱戦がしたいと。うん。で、俺は平和協定がやりたいと。みんなの思いがバラバラすぎてまとまってないんですよ。おお、痛いね。ビームは痛いよ。おお、しっかり打ってますね。メカ系にはロケット効きますからね。なんか知らないけど、あとモスラ系かな。モスラとかなんか虫系、虫って言っちゃっていいのかな。虫って言っちゃっていいのか分かんないけど、そっち系にもミサイルは効きますね。ね、ゴジラとか結構ゴリゴリの奴らにはミサイルってあんま効かないんですけど、なんかタイプによるんじゃないですかね。なんかやってて思うんですよ。HP の減りが違うんですよ。すいません。攻めますね。B の三式キル死んじゃうんじゃない？でもリスナーさんという保証もないので、ほっといてもいいんですが。どうした？何？バトンタッチ？俺にバトンタッチ？
あーそれは痛い、痛いなー。あー2連続でやっちゃう。あーで攻める感じ。あ見えない見えない見えない。あーあれはやばいんじゃない、あれやばいんじゃない。ちょっと助けに行く、もう間に合わないけど。おお捨て身、捨て身、捨て身で頑張ってる、捨て身。あーお疲れ様ですあーお疲れ様です。重いな、ちょっとカクカクするね。ビーンなんかその違いになんかすんの。あそうじゃないの。ういっしょっとスーパーメカゴジラってビーム耐性があって、あのお互いが吠えてお互いが同時にあのビーム系とかまあ熱戦とかやったとしても、まあ相手が多少速くても自分は全然体的に耐えられるんだよね。 1,2 秒くらいね、ひるまずに。なので同時に吠えたらもう全然丸ボタンを押してバーッと吹いちゃって OK、 必ず勝てるから。バーニング、バーニゴジ以外ね次何しようかな。ガイガン、ね、ガイガン使ってくださいっていうコメントがあったんで、あとはアンギラスも揃っててください。おおほうほうほう、あれこれさっきのメンツ。へい、もうなんかゴジラ怒ってない、ゴジラ怒ってない、大丈夫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 、なんかすごい来てる気がする、すごい来てる気がする。戦うんだよね、戦うんだよね、戦いでいいんだよね、戦いだよね、だよね俺ね、あのリスナーさんとかいるからね、結構ね最初ね先手が打ちにくいんだよね。よし来た、すんちょっと距離を取ろう。なんかラドいるな。おーおーおお、それは耐えて後ろ行ってビームかな。おーっと、おー3連続はきつい。大丈夫いける。おお、いて。いって。いってな。入るか。入ったー。これは受けよう。受けるしかない。いた。バニゴジに対してだいぶ当ててると思うんだよな。入らない、これは。オーフラドンが、なんか、あれだね。なんか微妙な戦いになっちゃった。もうちょいチキればよかったな。てか最初近づけちゃったのが良くなかったね。あんだけゴリゴリ来てたのに。あれやるのかつって。やる気満々だったのにね。相手やる気満々できたのに。どうしようかな。じゃあ三式ビリ、いやスープ、ジェットジャガーでいっか、やってみるか。ちょっと怖いんだよねこの頃。お、ん、大丈夫ね、これは大丈夫ね。よし大丈夫でしょう、多分多分。あどうもどうも、あどうも K です。ピッチピチピッチピチやと、ピッチピチやと。ガイガンさんはやってくれる。スペゴジが見えてない、なるほどね。ガイガンさんありがとうございます。てか先ほどの方だよね。でスペゴジさんに平和協定をちょっとかましに行きたいんですが、ちょっと邪魔やねん。邪魔やねんって壊すから。まだ平和協定まだ一回もできてないよ今回動画で。結構珍しい。あれスペゴジもう狙っちゃってない。なるほど、この時間を戦いたい系日本人が多いんだね。よいしょ。まあならそれはそれで別に戦うゲームなんで、まあ別に平和協定が強制的じゃないんで強制的じゃないんで、じゃあもう全然乱戦できますか。じゃあじゃあ行きますか。俺はどっちも狙うっていう感じで行きますね。
行きます。ほっ、おいしょ、ほいほい、おお、それ背中も当たるのね。さあこっち見て、そうそうそう、ほいしょほいしょ、痛い痛い痛い、おお、やり方になってるね。あ、2対1になっちゃうので突っ込まないと思います。で次にガイガンを狙う形でいきたいと思います。リスナーさんだと思うんだけどね。でも今回あれだね、みんな今回あのガッツリ系怪獣じゃないんで、よいしょよいしょ、おお、ほいほどうしよう、なんかいい感じだな。なあ、どうしよう、リスナーさんいるとねやりにくい。平和協定はすごく楽しいんだよ。ただ仕掛けにくいんじゃない、ヘッケイさんに攻撃されたみたいな。いや、それしますよ。しますよ、うん。まあ、僕を一切攻撃しないリスナーさんも中にはいますんでね。まあ、あれだよね。まあ、実況してね、そういうファンがいらっしゃるのから、こうやってね、どんどん広まって平和協定がね、みんな使ってくれるようになったんですが、まあね、その代償として、あの最初にワンパン食らうまで敵か味方かわからないっていう。うん、おお、すげえな、ガイガン使いこなしてんじゃん。結構ガイガンって難しいよ。おお、しっかりガードしてるじゃん、うまい。しかも根元から切ってるから火力がすごい。これはすごいよ。壁攻めしてるもん。スペゴジ困ってらっしゃいます。氷結晶出さない派なんだね。うまっ、今のうまい。ワンツーのビームはうまい。ジャブジャブはうまいね。お、出した。さあどうなる。おー、すげえ。平和協定してみる？してみる？してみます？うちの動画初ですけど。いいっすよ。いきます。ヘイ！せい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 、うわぁ！うん、まあ、これ、あの、まあ、一応、あの方は一応待ってるし。行くぜ。来た！来たー！ありがとう、かっこいい！いいね！来た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 、今の来た。オッケー、じゃあ行きます。ほい、ほい。おー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 おお。めっちゃ横来る、めっちゃ横まで来る、痛い、いけるいける大丈夫。なんなら近くに待ってってな。カッター来たら痛いけどね。うわっ、おっ、なら大丈夫、これは当たりませんからね。なんならこれで自分にカッターが当たりますからね。ビームだったらもう一回避けよう。よし。おーい。おお。おお。こいつ。ほい。ほい。よーし、おー、なんかいい勝負じゃない、かっこよくない今回の戦い。おー、だよね、それやんないと終わっちゃうもんね。おー、ちょっともう一回やりますね。大丈夫、 AC かかってる。うれやっべ、あぶれ、これ来たんじゃねえか。
一回当たれば、一回当たれば勝つ、一回当たればよっしゃこれすごい戦いじゃない、すごくない今回。じゃあちょっとキリが良くてリスナーさんといい戦いができたので、あといいショットも取れたしね、一発で取れたの初めて。おお、大きくなったのかもしれないけど、ゲーム画面ではちっちゃいまんまだぞ、ジェットジャガー。はい、というわけでね。じゃあここら辺で終わりたいと思います。あとね、俺今ガジラとスペースゴジラを育てたので、まあ今後にちらほら出てくるんですけれども、それを使いこなしてから今後、例えばリクエストでアンギラス使ってくださいとか、ビオランテの、ビオランテとかね、まだ作ってないですから。そちらを育てていこうかなと思ってますんで、とりあえず僕がその操作に慣れてから、まあなので次回から、まあガジラとスペゴジよく出していこうかなと思いますので、お楽しみにしていてください。それでは次回も、よろしくお願いいたします。よければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。